怖いか。お前はアイゼン様に不要とされた。終わりだ。恐ろしいかと聞いている。怖くないよ。私の心は同じところにあるから。くだらん。お前とお前たちの死、それが覆されることはない。全く同じことを感じるなんて。だけど心を置くことはできる。死なないで。マセキ君、頑張らなくていいから。怪我しないで。きっとそういうこと。心とは何だ。その胸を引き裂けばその中に見えるのか。その頭蓋を砕く見えるのか。黒崎君、井上から離れろ。俺の役目はアイゼン様の帰還まで女を殺せという命までは受けて、この女は生かす。貴様は違う。ナスノーチェスを守ることと同義だ。最初から剣を抜いてくれるとは思わなかった。対等の相手として認めたと思っていいの。破壊すべき対象としては。セロに耐えたか。グリム女王を倒したせいか。それともこの塔の下で戦い続ける。あるいはその女のためか。その女はもはや内側はどうなってるかもしれねえのに。救い出すことに意味などない。てめえが決めることじゃねえ。アイゼン様がお決めに。そろそろ行くか。見える。反応できる。剣を抜いたからって今までの死闘のリーチが伸びただけだ。よく見ろ見ろ。動きが全く読めなかった。お前ら人間に近づいただ。この程度のレベルについて来られるようになったことが。何をしている。なぜ助けたと聞いているんだ。なぜ最初の一撃から奴を守らない。何をためらった。ためらったとかなんだとか。助けてくれてありがとな。危ねえから下がっててくれ。黒崎君、ウルキオラ、もっと無口な奴だと思ってたぜ。俺には通用しないと。月牙を放たず、月牙の威力を持つ斬撃にする。浅知恵を聞かせたつもりらしいが、どう使おうが無駄なことだ。黒崎くん、井上、それならイチゴが。遅れてすまない。おう、何やってんだ。階段の上に腰掛けていられる時間も終わり。井上、来るな。えぐり取るわよ。決意だ。ウルキオラ、どけ。どかせてみる。あんたの仲間ってのは引き裂いてやんな。やっぱり私やりたくないよ。自分が虚しくなるだけだよ。自分の命救われたから腰抜け。アイゼン様は言われたわ。あんたは用済みだ。亡くなったってことよ。終わったの。虫に取ってやるわ。決意だ。俺を殺してからにしろ。やめろ。
なんだ。ウルキオラ様の元に変化。また一つ大きな霊圧が。手伝いに来てやったぜ。手出ししろなどと言った。ずいぶん強くなったみてえじゃねえか。俺にもやらせろよ。完全に回復したらしい。お前は戻って寝るか。まあそう言うなって。さっさと消えるから。なんでこのメスどもがこんなとこ嫌がんだ。そいつらに聞け。邪魔くせえぞ。やっぱこいつらじゃつまんねえから。ヤンビーのやつ、あんた笑いたければ笑えばいいわ。ちょっとやめてよ。おかしいんじゃないの。私に殺されそうだったのよ。私を助けるなんて。やべえ。言ったはずだ。何ちまちまおままごとやってんだ。まだ面白そうだぜ。やらしい女だぜ。真っ平なだけよ。エスコラペンドラ。あんたなんかにやられるためにここに来たんじゃないのよ。私の毒であんたもウルキオラも。待って、来るな。ムカつくってるな。リスト、自分の相手に集中していろ。僕一人で十分だ。こっちは僕に任せてくれ。井上さん。石田君。なんだてめえこれ。てめえ何かと邪魔になるだろう。大丈夫かよ。奴は僕に任せろと。あいつは俺がもらうぜ。そんなにあの男が心配か。なわけねえだろ。例の仮面を出さないのは。なわけねえだろ。ならば出せ仮面を。知るか。井上さんがその霊圧に耐えられないか。僕も君と時間を潰している暇はないんだ。あの陣に君を誘い込む。もともと仕掛けておいた地雷の位置を把握した上であの場所に作った。気の毒だと思ってさ。同情するよ。大丈夫か。幽霊にでも見えるか。あのヤミーというのが地雷原に追い詰めているこちらの、ね、勝手にベラベラ喋りやがって。井上を頼む。言われなくてもそのつもりだ。待たせたな、ウルキオラ。これがてめえの見たがってた愚かだ。ノーテスの天蓋の上。なんだこの霊圧。あっ、ウルキオラ様か。黒崎くん。こんなことがあるのかよ。全く反応できなかった。ホロウ化とやらの能力は増大している。こうもたやすく割れるとは。見える。空に穴が開いている。井上さん、うん、無事でよかった。大丈夫、黒崎は勝つよ。本当にそれを言えるのは
黒崎一護、撃ってみせろ。月牙がお前の最強の技なの。月牙を撃ってみろだと？ふざけやがって。そのつもりだ。月牙だ。返すわ。やはりな。所詮は人間のレベル。確かにお前の黒い月牙。そんなもんと一緒にすんじゃねえ。最後だ。見せておいてやる。井上さん、なんだ、上で何が起きた？石田君、石田君の力でこの天外の上まで運ぶことって容易に予測できたはずの井上さんのその問いを。お願い。理解したか。お前の姿や技が天地ほどにも隔たっている。人間や死神が力を異なる。英語ありはしない。無駄だと言っているんだ。なぜ剣を離さない？これだけの力の差を目にしても。それがなんだ、俺が諦めると思ってんのか。最初から分かってんだ。変わりゃ死ぬんだよ。倒すぜ。真の絶望を知らぬ者の言葉。知らぬなら教えて。ガルガンタを通るときに覚えたんだ。もう少し早く気づいていれば。今までに経験したどの霊圧とも、霊圧とは別の何かだと認識してしまうほどに。まずい、急ごう。レスレクシーセグンダエタンパ、エスパーダの中、アイゼン様にもお見せしていない。まだ戦う意志があるのか。恐怖を感じ混乱しているわけでも、勝てると思っているということか。ならば貴様のその五体分からせてやろう。勝てるつもりで戦いを挑む。それが貴様らの心というもののせい。心を持つがゆえに勝たなきゃいけねえから。ざれ言だ。命を閉ざす瞬間。やめてお前程度の力では。やつ、もう一度言う。無駄。リヒトレーゲン。意外だ。前は黒崎一護の仲間の中で。冷静さ、君と戦う余裕がある。あの翼に全て弾かれてしまう。井上さんが黒崎を治療できる時間を稼がなければ。
予想はしていたが、距離を取って攻撃するんだ。終わりか、貴様のスピードが。まだこれからさ。この腕か。どこかで黒崎くんなら勝ってくれる。目を背けてた。どうしよう、どうしよう。もう麻酔も止血剤も打った。石田くん、バカな。生きているはずがない。その姿は何だ。お前は誰だと聞いている。それもセロオスキラスを消し飛ばす。いくらホローに似ているとはいえ、舐めるな。セロオスキラス、あれが本当に黒崎くんなの。俺の能力の最たるものは強大な力と引き換えに、俺だけが脳と臓器以外のそんな姿になったのかは分からんが、腕を一本もいだくらいでこの俺を倒すことなど。ランサデル・レランパーゴ、やはり扱いが難しいな。なんだと。今のは瞬歩じゃ。した人間などにやられる。なるほどな、容赦はなしか。貴様に敗北した俺に、今度は何だよ。イチゴか。死体まで切り刻む必要はない。聞こえないのか黒崎、お前は人間じゃなくなる。石田くん、助ける、助ける、助ける。私のせいだ。黒崎くんは私を助けようとして、黒崎くんの足手まといになりたくなく、どうして私は最後の最後で。黒崎くん、
奴が吹き飛ばした内臓まで戻ること。穴が超速再生か。俺は胸に穴を。黒崎くん、井上、無事か。ようやく目が覚めたか。俺がやったのか、ウルキオラ。取れ、勝負をつけるぞ。てめえの左腕と左足を滅ぼして意識の消えた俺だ。今のてめえと同じ状態にならなきゃ対等じゃねえだろ。何を言ってるか分かってるのか。そうしてやる。チュッ、ここまでか。殺せ。俺にはもう歩く力も残ってはいない。勝負は永遠につかなくなるぞ。嫌だって言ってんだ。こんな勝ち方があるかよ。思い通りにならんやつだ。ようやくお前たちに少し興味が出てきたところだった。怖いか。終わりだ。恐ろしいかと聞いている。怖くないよ。みんなが助けに来てくれたから、みんなと同じところにあるから。仲間が来たから恐怖はない。本気で言っているのか。心とは何だ。その胸を引き裂けば、その頭蓋を砕けば、俺が怖いか。女、怖くないよ。怖くないよ。そうか。この手のひらにあるものが心か。